っぺん食うてみやなんですか。どうもジャック TV です。よろしくお願いします。ダメでしょ、これ人のやつじゃないですか。何がですか、これ人みんな言うじゃないですか。まあまあ、みんな言います。どうぞ、はい、食うてみやなんですかって言うでしょ。あ、なるほど。何ですか人のやつ。今わからんこと言わないでください。、はい、さあそれでは早速いきますか、うん、はい。僕は知っているんですけれども、周りの方は結構知らない方も多かったんですね。はい、そうです。知ってるぜキラキラナイトでございますけどね。いやいや、いいですけども。いやいや、何でもないです。はいはい、だからですか今日。そうですね、シロさんこの間ですね、僕はテレビ見て思ったんですけども、はい、なんかガが大嫌いと。ガは本当嫌いですね。ガが嫌いだけど腸は大丈夫。腸はギリギリ大丈夫。まあ本当アウトです。あ、本当アウトなんですね。はい、あの腸とガの区別の付け方って分かってます？嫌いとか。お、ガはね、止まった時に、うん、まあ、それ、まあ、それもそうなんですけど、ちょっと閉じてます。それだけじゃないんです。ガは太ってます。それはちょっと本当ですか。太ってるよね、ガはね。太ってます。肉厚。肉厚、うんうん、もっとね、あの正確なやつなんですよ。はい、あの触覚あるじゃないですか、こういうやつ、はいはい、の先っぽがとんがってるのはガだそうです。ちょっと丸みを帯びてるのが蝶々。うん、俺でも見ないですね。そんなもうまじまじともう見ないぐらい嫌いですね。主にですけれどもね、まあ、特殊な例あるみたいです。あと夜やっぱ飛ぶらしいですね、ガは。ガ飛びますね。はい、だからもし見つけたらここをよく見ていただければ分かるということになってます。向こうが本当に見ろって来ますけど、上のところには。無理っす、あれは。はい、ということで、今日のジャンクでございますけれどもね、今日はですね、ケーブルテレビご加入の方、そしてまだ加入されてないという方に素晴らしい情報でございます。それではご覧いただきましょう。どうぞ。さあ、今回のジャンク TV でございますけれどもですね、はい、こちら MCN にちょっと2人で来てくれということで呼び出されたわけでございますけれども、はい、まあ、何をするのかというのも一切聞かされておらずですね。聞かされてないですね、はい、ただやっぱり勘がいいので僕、はい、ちょっと分かったんですよ。お、さすが。結婚されたじゃないですか。そうですね、はい、なんかやっぱりそういうのとお金かかったりするじゃないですか、生活ね。まあまあこれからは、はい、ね、もう一人じゃないわけですから。そうですね、ちゃんと就職しないとダメですよね。いやいやいや、就職っていうのはそういうなんか会社とかそういうところに、多分その就職先を MCN さんでちゃんと紹介してくれるんじゃないですか。だから面接みたいなもんじゃないですか。100歩譲って MCM さんが僕を社員として迎え入れてくれるというわけ。 MCN です。 MCN さんが僕を迎え入れてくれる。 MCM って言ったのかな。どこなのかなって。もうダメですよ、その時点でね。もう採用ないです。もう不採用。そうですね、なんですけど、じゃないのかなと思ってですね、多分そんなとこじゃないですか。いやいや、もしかしたらあの番組ちょっと増やそうかみたいな。いや、それ僕あの本当週5ぐらいでいけますけどね、テゲテレ。うどうしました急に。ハリーポッターやない。ハリーは、まあまあ、寄せていってはハーマイオニーってこと。いや違うでしょ、ね、ハーマイオニーはだって女の子ですし。ハリーポッターですよね。はい、ハリーポッターです。はい、言ってます。嘘つきましたよね今の。ハリーポッターじゃないですか。ポッターですか。え、誰ですか。あ、ケーブルテレビのハリーポッターです。あ、やっぱハリーポッターには間違いないということですね。はい、はい。え、何してらっしゃるんですか。何を、はい、今回お二人にお集まりいただいたのは、はい、こちら、MCN スマートテレビケーブルテレビの新サービスの、ご紹介をさせていただきたくお集まりいただきました。はい、なるほど、はい、いや、まあ大丈夫です。もうケーブルは入ってるんで大丈夫です。あ、いや、はい、これがですね、はい、名前の通りなんですけれども、はい、スマートにご利用いただけるということで、はい、今までの、テレビと、はい、インターネット、はい、こちらが一緒にご利用いただけるという機会なんです。ちょっと分かってきましたよ。ほう、はい、今回のジャンク TV は、うん、宣伝ですね。そうですね。得意なやつですね。多分今日は聞く、はい、もうがっつり話をハリーポッターから聞くという、ね、ことですよね。間違いない、はい、そうですね。衣装も用意されたんですか。あ、用意させていただきました。なるほど、はい、ジャンクでは用意してくれないのにね。あ、ちょっとお時間よろしいですか。はい、大事な杖を今置きましたけど。辞書。お、お切らせでパオ。どうしたんですか。一回どうした。一回止めた方がいいじゃないですか。何つったの。おきらなんとか。
あ、お待たせいたしました。メガネ変えただけじゃない。ちょ、はい、ちょっと動画入ってないメガネだった。土入りの方に寄せようとして、はい、あのさっきのやつかけてたみたい、はいはい、いいですよ、もうそのまんまで。あ、まず第一の特徴なんですけれども、第一の特徴、はい、来ましたよ、はいはい、先ほども申し上げた通り、こちらもう見た目から、スマートですね、はいはい、うん、あの今までは、ケーブルテレビのテレビの機械とインターネットの機械と2つあったんですけれども、はいはい、こちらがですね、基本的にはこの1台で、収まるという形なので、あの普段はあのチューナーと、ね、まあ、パソコンのモデムと、はいはい、2つありましたよね、はい、はい、そうです。それがもう全てこの、はい、こちらの機械1台でというところでですね、まあ、こちら、はい、テレビの方なんですけれども、はい、こちらトリプルチューナーというものになっておりまして、はい、トリプルチューナーって何かと言いますと、スポーツと、映画を撮りながら、はい、まあ、ドラマを見たりとかいうことができるというものなんです、まあ、なので2つ番組同時録画して、なおかつ別の番組を見ていただくということができると。これはわがままな彼女にはぴったりじゃないですか。わがままな彼女はそうですね、大喜び、はい、2番組を撮って、はい、本当だと今までだったらダブルチューナーとかだと、うん、1個撮って片1本見たりとか、そうです、そうでしたけども、トリプルということは、はい、もう1個見れると。もう1個見れます。2つ撮りながら、はい、他の番組が見れるということですね、はい、その横にあるその白い箱は何ですか。これがですね、はい、外付けハードディスクっていうものになっておりまして、はい、ケーブルテレビの番組をですね、はい、録画していただくための機械になってるんです。ほー、はい、それをつければ、はい、まあ、パソコンと一緒ですね、じゃあ、うん、そうですね、まあ、なのでこちらの方にもうどんどん録画の方ですね、はい、予約入れていただいたものが入っていくという形になっております。あのもし、はい、まあ、そのハードディスクの容量がいっぱいになったらパソコンとかと一緒でまた別のものをプラスすれば、はい、そうですね、あのこちらのハードディスクまた増設もできるようになってますので、なるほど、容量が足りないときは増やしていただくこともできます。ついてくるんですか。あ、こちらはですね、はい、今なら、はい、1テラのものなんですけれども、はい、プレゼントさせていただいております。おお、素晴らしい。続きましてはですね、はい、こちらスマートテレビ、スマートなだけではなく、はいはい、なんとインターネットもテレビでお楽しみいただけるようになってるんです。インターネットができる、はい、こちらですね、はい、スマートテレビのリモコンを使いまして実際に、見てみたいと思います。はい、リモコンもスマートな、はい、インターネッ ネット、はい、うん、ほう、いつもパソコンなんかで開く画面と一緒ですね、うん、はい、一緒ですね、うん、はい、で、こちら普段使い勝手のいいこのキーボードマウス、うん、こちらも あくまで別売りといいますか各自のご準備にはなるんですけれども、はいはい、こちらの機械のですね前に USB の差し込み口がありますので、はい、こちらにつないでいただければ普通の本当にパソコンみたいな感じで、はい、使えますですので、あのすいません、ちょっとブラインドタッチがまだちょっと苦手で、えげてれっていう、ね、そうですね、失礼しました。 Google がうまく拾ってくれました、はい、あ、じゃあこのえげてれのホームページも見れるということですね。あ、はい、てげてれが、はい、失礼しました、はいはい、でこちら、はい、もうご覧の通りですね、普通に、はい、大きな画面で見ていただける、うん、こちらのリモコンなんですけれども、はい、今ですね、画面上にも矢印が出ております通り、はい、こちら の, タップのところでもですね、十字キーを使って操作していただくことができると。パソコンと全く一緒でしょうですね。まあ、パソコンで仕事をしない人たちというのも結構いらっしゃって、はい、やっぱりそのパソコンでそのホームページばっかり見る方とか多いので、うん、もうこれでじゃあパソコン買わずに十分に、あ、もう十分にご利用いただけると。家族でなんか旅行行くときとかこういうのでみんなでこう検索してどこ行こうかと、ね、もうだからほら、はい、ネット
ットショッピングとか、あそれもいいですね。僕大好きなんで好きです。ああいうところのホームページを開いて、はい、どんなものがいいのかっていうのを家族でこうね選んで、うん、あ家族がいないわ、いいちょっと寂しい話だったらちょっと、ね、家族います。まあでもそういうのね、あの、はい、見ながらこれをじゃあ買いましょうって言って、うん、家族全員でポチッとなっつってね、はい、買ったりとかするのも面白いんじゃないですかね。うん、あその通りです、ありがとうございます。そういうこともいいね、はい、いいですね、これいいですよ。飲みながらやりたいね。ああもうとんでもない買い物、見てこれもうめっちゃこれいいよこれって言ってね買い物進みそうですね。いいですね、はい、あこれはいいですわ、家でもショッピングができる、はい、お素晴らしい、おお素晴らしい。続きましてはまだあるんですか。はい、うん、まだございまして、はい、こちらのスマートテレビですね、はい、単純にこのテレビだけでテレビを見るっていうわけではないんですよ。テレビを見るのはやっぱテレビでしょ。いえ、それが違うんです。は実はですね、こちらお手元にありますタブレット、いつの間に、はい、ずっとあったよ。こちらの方でもですね、はい、スマートテレビの、番組、まあ、要はケーブルのテレビがですね、はい、見ることができるというものになっております。おこれ これで、はい、テレビを見るとこちらでご視聴いただけるんです。えこれですか。はい、やってください。実際にちょっとじゃあまたこの、おなんか読み込んでますよ、うん、読み込み中って出てます、うん、あ、はい、また今同じ画面が出ましたよ、はい、ました。はい、こちらですね、単にテレビ見るだけではなくて、はい、こちらの、まあ、スマートなリモコン、はい、これの代わりもできますので、はい、こちらのタブレットを使って、こちらのチャンネルを変えることもできるんです。はい、リンクさせてするわけですか。はい、えじゃあ、あのまあこっちで今、はい、ね、テゲテレ見てるじゃないですか、はい、あまあじゃあこっちで釣り番組見たいなとかってなった場合は、うん、はいはい、こっちもチャンネル変わるんですか。こちらは、チャンネルは変わりません。あ、で自分の部屋だけで、はい、じゃあ岡崎五郎の車で行こう見たいなって思った時はもうこっちでそれだけを見て、はい、今にいる人たちは別の番組を見れると、はい、その通りでございます。はあ、ほう今あれありますよね、うん、こういうタブレットとか防水のパックみたいなのが、はいはい、お風呂とかで、はい、あそうです ね、リアルタイムで今やってるテレビが見れる、はい、そうなります。お風呂入りながら女優音声を見るとかね、自分が女優になった気持ちになりますよ。はい、え録画したやつは見れないですか。ハードディスクに録画したデータの方もこちらで見ることできますので、はい、はい、あの録画してたやつちょっと後々、まあ、ゆっくりお風呂に使いながらとかいうのでももちろん見れます、うん、寝る前にベッドの中でね、はい、見たりとかっていうのもできるということです、はい、これは大きな違いですね、うん、はい、そうなんです。ほー素晴らしい。実はですね、このスマートテレビなんですけれども、はい、Android 4.0 が搭載しておりまして、はい、はい、こちらお手元にですね、あのアプリブックというものございますので、はい、まあ、こちらですね、ちょっと画面の方、今切り替えさせていただいたんですけれども、まあ、こんな風にですね、まあ、スマホタブレットみたいにいろんなアプリの項目が出てきております。これですね、au スマートパスっていうサービスなんですけれども、はい、こちらを使っていただくと、月額372円、はい、こちらで100個以上のアプリがですねお楽しみいただけるというものになっております。あのラジコとか、はい、リスモウェーブとかあるんで、はい、まあはい、キッチンで料理をしながら、はいはいはい、まあ、タブレットを使って、はい、ラジオとか、うん、まあ、タブレットがない方は、うん、家のテレビを流しながらラジオも、うん、ね、はい、できるということですよね、はい、あとこれいいんじゃないですか、カラオケ歌い放題っていう。そんなのがあるんですか。家のリビングがカラオケボックスに早変わりっていう、うん、これ欲しい方多いですよ。奥様方とか歌が好きな方たちいらっしゃいますからね、うん、まあ、家でちょっとこうカラオケの練習をしたりとかするのはいいかもしれないですよね、うんうん、アプリの中にもですね、あの au ビデオパスというものありまして、ビデオパス、はい、あのケーブルテレビ、まあ、普通にチャンネルたくさんあるんですけれども、それだけじゃ物足りないという方向けにですね、はい、そのアプリがあるんですが、こちらの方ですね、月額なんですが、562円と、562円と、はい、
いう形になっていますし、これでですね、もうよりたくさんの、映像コンテンツを見ていただけると、はい、月額500、はい、500、500、そうですね、62円でございます。メガネを変えたのに見えなかった62円。でも1回のビデオをね、レンタルか借りる料金よりも全然安いでしょうから、うん、それで何本も見れたらね、はい、返し忘れとかそういった恐れとかもないので、うん、はい、なるほど、そうです、よくあるんですよね、返却を忘れてね、はい、延滞金払わないといけないという時ありますから、はい、これだったらもう全く問題がないと、はい、いうことですね、はい、はあ、素晴らしい。いやー、いろんな説明聞きましたね、うん、素晴らしい。これは今までのチューナーとまただいぶ変わって、うん、お得なことが満載でございますけれども、はい、でもやはり気になるのがお値段でございますけれども、うん、ね、さぞかしこれお値段、うん、お高いんでしょ、はい、こちらご安心ください、ええ、うん、はい、こちらですね、ケーブルテレビの、コースで言いますと HD プレミアコース、うん、インターネットのコースで言いますとベーシックコース、はい、ええ、こちらがですね、一緒セットになっておりまして、価格としましては税別で9000円となっております。わー、はい、お安い。よく見るやつ変わらないですね、うん、はい、そうなんです。だったらもう新しいものに変えた方がいいですよね。そう、はい、そこで、MCN にご出演のお二人にもですね、はい、早速なんですけれども、こちらの契約書の方をお持ちしましたので、はい、あ、これガチの本物だ。そうですね、本物のやつですね、はい、こちらの方を、番組終了後にご回収させていただきますのでよろしくお願いします。本物のやつ、ましたね、はい、本物のやつですね。うわ、これ、まあ、結構これいろいろ書かないとですね。でですね、こちらお二人今回の説明で MCN のスマートテレビに関しましてもう相当詳しく慣れたと思うんですけれども、はい、勉強になりました、はいはい、そこでですね、お二人にはスマートテレビの CM なんですが、こちらの作成をしていただきたいと思っております。 CM、はい、まあまあ、でもこのスマートテレビの CM を僕らが作れっていうことですか。はい、そうです、はい、そうです。、はい、まあ、これまでにも何度かこの CM は E チャンネルとかねやってきましたけれども、それはあれな、その別で、そうですね、やっぱりこれ商品のやっぱりこういろいろそんなね、何してるなんか辞書、なん今回は何の回なんですか。指令書なんですか、何ですか。はい、ダマでと言います。僕ら黙ってましたよね、今黙ってました、基本的にはシーンとしてましたけども。次回のジャンクは、はい、CM を作ると作る と、はい、ということです。黙って作れということですね。はい、ということですね。なるほど、わかりました、はい、出来上がったものはちょっとチェックさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。なぜこうちょくちょくずっと上からなのか、そう、まあ、気になるにはしますけどもね、うん、まあ、今後ともじゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、ね、ありがとうございました。じゃあ、次回は、MCN のこのスマートテレビの CM を作ろうというね、うん、ことをやっていきたいと思います、はい、次回もお楽しみに。書こうか。ああ、そうですね、うん、いやいや、いいところ契約しなきゃ損、ソンソンマイケル・ジャクソンですね。言ってやって。ということで、今日はこんな感じでございましたけれどもね、はい、うん、もう僕は早速、あ、もう、あの、あの後本当に帰ってましたもんね。帰って、あの、今度来ますわ。あ、いいですね。はい、もうやばすごいですよね。いやいや、本当に使ってみてびっくりしましたね。いや、だって本当に家にあのパソコンとかお持ちでない方は、うん、まあ、ホームページなんかを見たりとかね、はい、もうみんなでこう買い物をしたりだとか、うん、そういうものはもう全部テレビでできますから。そうなんですよね。え、はい、あの大きなモニターって憧れるじゃないですか、はい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 、それをパソコンで、うん、家でもやっぱりちっちゃいパソコンとかでもっと大きい、はい、巨大なスクリーンで見れますよ。はい、うん、ぜひ皆さんもご加入よろしくお願いいたします。次回はこれの CM を作ってみたいと思います。頑張ります、はい、ジャンク T